一般人のナス D はどうしてテレビに出演することになったのか。今日お届けする内容は、一人で帰れま10、いきなりナス D 伝説、自腹でアニメ制作、全てはここから始まった。大丈夫、ちょっと行ったわ。南米アマゾン、冒険家が一生に一度は行ってみたいという未開の村、コス村を目指す。しかしその道のりは、まさかの襲撃に取材班全員が拘束。無法地帯ともいえるアマゾン奥地でのドキュメント。ナタを振り回す女は敵か、それとも文明と未接触の場所で出会った戦闘民族アワフン族。我々が想像し得ないその衝撃の生活に密着取材。地球一周するなんて、かっこ笑い。18日のフライトが急遽欠航となり、本日出発。未知なるアマゾン、未知なる民族、未知なる番組作りである。わからないことばかりだが、やるしかない。気が重いっすね。全然ワクワクしてない。北欧だー、来ました、初めですね。ロサンゼルス、まだまだ遠いな、リマまで。マシコ、今回は不安が7割ですね。楽しみ 500% ぐらい。シロハラ、日本を出発すること30時間、深夜2時半、ペルーの首都リマに到着。サッカー選手になった気分で、出迎えが多いね。やった、着きました。おー、くれ、うわー、すごい、海外のクリスマスツリーだ。拳銃持ったぞ、今持ってた。拳銃持ってた。治安の悪さガンガン出てます。翌日から始まるハードな撮影に備え、この日はリマ市内のホテルで宿泊。ああ、気持ちいい。いや、日本からも30時間約。3時半ぐらいですね。3時20分ぐらいですね。明日6時スタートなんで。早っ。お願いします。全然寝れなかったです。12月20日、東京を出て3日目。まあ今回はね、ちょっと厳しいです。彼はハードな海外ロケには欠かせない存在。西川、この日はリマから5時間移動し、タラポトという町へ。町の方に聞き込みを続け、アマゾン突入の準備を行った。ああ、聞いたことあるよ。どこにいますか？いる場所までは知らんよ。ジャングルのもっと奥地だろ。見たことありますか？ない。だからないよ。地元の人は見たことないんだ。待て、行っちゃダメだ。あそこはかなり危険だぞ。部族が人を殺したっていう事件があった、あの恐ろしいところだぞ。部族が人を殺すなんてザラにある。本当だぞ。あそこはヤバい奴らが多いんだ。やめた方がいいんじゃないこれ。本当に弓とか槍とか持ってるんですか？ああ、それで攻撃してくるらしい。持ってる。やめたらいいよ、これ危ねえよ。おい、殺されるってなんだよ。殺らせないようにか。無理だろ、クリスマスなんで。元は人食い部族だよ。今は違うと思うがな。どうやって食べたんですか？生でそのまま食べるんだ、生で。事情が分かるやつと行かないと危ない。ちょっとそういう人探さないといけない。そうだな、ま、仲間を見つけないとダメだな。これじゃ危ねえな。そうだね。アマゾン突入には現地の仲間がいた方がいい。3人はこれから出会う人々にスカウトの呼びかけも行う。部族がいる地域には簡単には入れないから、警察に申請が必要なんだ。許可があればいい。早速強そうなご主人のスカートを試みたが、お店が忙しいからと断られた。
その代わりバナナを無料でいただいた。バナナ。警察はあっちだよ。5分ぐらいで着くよ。部族がいる地域には許可がなければ入れない。教えていただいた警察署へ。我々先住民の方に会いたいんですけども。我々は国家警察の組織ですが、今回はジャングルの現状確認という名目で許可しましょう。ありがとうございます。巡回しているので何かあれば声をかけてください。許可ゲット。さらにこんなアドバイスも。それから一つ、彼らに食べ物を勧められたら必ず食べてください。もし仮に断れば拒絶されたと感じ大変なことになる可能性もあります。彼らの要望には必ず喜んで答えてください。それが一番大切なことです。あとは皆さんが笑顔でいることです。言葉は通じなくてもいつも笑顔で表情がいいと彼らにも好印象を与えます。そうです、その笑顔です。タラポトを出発し車で4時間、途中にある小さな村でも聞き込み調査。少数民族に会いたいんですけど。ええ、私知ってるわよ。ヌエバカハマルカの奥地に村があって、ほぼ裸で暮らす先住民がいるの。そこはここから行ける。ヌエバカハマルカの奥地に住んでいる部族の名前はアワフン族って言うんだ。ヌエバカハマルカアワフン、アワフンセヤマ。アワフン。1500年代、インカ帝国が統治に手を焼き、さらにかつて首刈りの風習があったというヒバロ族、その末裔がアワフン族。そのアワフン族が今でも暮らしている場所が、あとはナランヒーヨからも原始の生活を送る部族の村に行けるぞ。奴らの縄張りの入り口にはアワフンという看板があるが、よそ者はそう簡単には入れないぞ。こういうなんか果物とか持ってったりすると話しやすくなったりとかしますかね。無理だ。別に食べ物に困っているわけじゃない。奴らが欲しがるのはお前の着ているその洋服とかだよ。何がじゃあおすすめですか。例えば持ってくと。そうだな、お前が今つけているその腕時計とか携帯電話だ。コス村ってちなみに知ってますか。コス村。この言葉で店主の表情が変わった。コス村。わかった、話を聞け。同じアワフン族の中でもあそこは本当にヤバい場所だぞ。ここから集落の密集地を越えたさらに奥にあって、川を越える必要があるが、あそこには誰も近づかない。集落に行くにはマヨ川を越えることになるが、行くというならやめとけ。一歩でも川を渡ればそこは人の形をした動物たちの住処だ。奴らに常識は通用しない。まともに話ができるなんて思うな。今からちょっと僕たちコス村に行こうと思ってるんですけど。いいか、お前らよく聞けよ。お前らだけであそこに行くのは危険すぎる。俺は何度も忠告したぞ。裸で生活している獰猛な奴らだぞ。アワフン族の中でも奴らは別格だ。他の先住民でさえも恐れているんだ。すごいっす。事情に詳しいこの店主は町の屈強な若者たちを数名紹介してくれた。この日は聞き込みや環境警察との打ち合わせを行い、アワフン族のことを教えてくれた店主に若者を紹介され仲間に加わった。ドラクエみたいだ。ただ取れ高は少ない。編集したら 2,3 分程度か。12月21日、4日目、朝6時起床。荷物を最小限にし、いざジャングルへ。とここで地元の屈強な男たちをスカウトしようとすると、ちょっとした勘違いからなぜか彼らの作業を手伝うことになった。俺使い捨ての紙パンツなんだよ俺これ。漁開始。もっと足を使って網を引っ張れ。おい、もっと網を下に下げなきゃ逃げるぞ。もっと網を引っ張れ。おい、逃がすなよ。頑張れ。
ほら、そこにいるぞ。信じられないぐらいいる。下を押さえろ。すごい、何これ。すごい。そいつ背中にトゲがあってジャンプした時に刺さるんだ。ちゃんと網を持って。危ないぞ。乗った。しっかり持て。離すなよ。すごい。こいつは目を隠すとおとなしくなる。ちょっと持たせた。おいしいとこ持ってくんないかな。仕事ぶりはどうでした？我々の仕事ぶりは。よかったぞ。こいつはピラルクだ。あ、ピラルク。新鮮だから今すぐ食べられるぞ。網焼きにしたり、生の身にレモンをかけて食べたり、いろんな食べ方があるんだ。ピラルクはアマゾン川に生息する世界最大級の淡水魚なんだ。蛇の鱗みたいな感じですね。東京の熱帯魚だから高いし。いや、何十万するんじゃないですか。ね、その場でさばいてくれた。硬そう。うわー、一気に首。血抜きだ、まずは血抜き。そうやっとんだ。この鱗をイヤリングなどに加工したりもするんだ。確かにこうキラキラ貝殻じゃないけどさ、貝殻のような雰囲気が。でも綺麗、神秘的だな、よく見ると。包丁一本で豪快にさばく。うわー、すごい。レバー美味しいぞ。まだ心臓動いてないこれ。あ、動いてる動いてる。心臓動いてる。これ心臓は食べれる？もちろん食べられるさ。めっちゃ動いてますよ。うわ生命力強いな。ね、塩ね。直火。すごいな、もう火力とかも関係ねえ。どれぐらい焼くんですかこれ。30分ぐらいだな。その間にココナッツのジュースをくれた。おいしそう。すごいですよこれ。うわ、ギャンダこれ激うま。最強に有名の飲み物だこれ。ギャンダこれ激うまだな。どこの人間だ。すげえねこれ、最強。匂いがすごく。めっちゃいい匂いですね。いいね。思ったよりもすごい白身の。すごい肉厚。スズキみたいな感じなのかな。あ、うまいうまい。臭みもないし。うわ、うん、美味しい白身。これ美味しいですよ。いや、うめえ、バカにしてたらうめえるやん。うめえこれ。全然パサパサしてないし、ジューシーだし、ね、うん、食感もすごくいい。すごく美味しいよ。イタリアで行こう。イタリアで行こう。皮でも美味しい。うまい。いや、うん、皮うまい。バランスで香ばしい。あのね、焼き鳥の鶏皮みたいな感じだね。うん、ゼラチン質で。ゼラチン質、うん、このビクトルさん、ぜひ仲間になってほしかったが、仕事があるため丁重に断られた。あー、着いた。遠い川だ。あー、この船で行くの。竿船じゃねえかよこれ。嘘、負けちゃべよ。大丈夫これ。ちっけー、頼りねえな。エンジン大丈夫かな。もうちょっと俺立派なやつかと思った。いよいよ船で移動。これは船に乗る前に書いている。今回ドローンも持ってきているので、ぜひいい絵を撮りたい。道中にスカウトした若者たちがここで旅に加わった。ポーチャー、たくさんの若者が加わり心強い。アマゾンに来ることは自分の夢でもあったので楽しみ、問題がないことを祈る。でも彼たちは少しも待ち出て、先々こちらに戻ってない人もいるし。後ろの2人はじゃあ民族語を喋れるんですよ。すごいな、頼もしいね船長。船頭、ちょっとめちゃくちゃ水入ってきてますよ。水入ってきた。大丈夫。水大丈夫だ。問題ない。まだ始まったばっかですけど。
不安になりますよ、水ガブガブ入ってきて。これ走ること1時間。ここででもなんか足跡ない、めっちゃ大きい足跡ありますよ。どれどれ、あ、あるある、なんだろう。でもこれ絶対そうですよ、足跡ですよ。これ何の足跡ですか。なんかの足跡ですか。これは人間の足跡だ。人間、人間、先住民、先住民多分ね。たまにこういうところにも降りてくるんだよ。もっと奥に行けば人間だけじゃなくて動物の足跡もある。目指す場所はコス村。何の手も加えられてねえな、ごめん。うわぁ、あぁ、また人がいっぱいいる。あ、上裸だよ。あれ上裸ですね。裸でしょ。裸、あの子たちは神秘薬村の先住民だ。え、部族？部族は部族なんですか。部族なんですか。え、ただ町に近いからもうパンスとか。ああ、町に近い部族なんだ。すげえ。神秘薬。ほらほら、あ、いいよ。ほらほら、すげえ。楽しそうですね。向こうが。泡フンゴだ。親切に教えてくれたこの先住民の男性をスカウトに成功。イスラエル。この地域の部族は移動に船を使う。川沿いに住んでる人たちはやっぱり町まで出て、まだ物やいろいろ売れに行くわけなんです。そしたらまたなんか塩とか米買ってくるわけなんです。もう文化が勝って、まあ何十年間かね、それちょっと勝って勝ってる、こういう結果なんです。進化してるところですよ、ちょうど。ホルヘ、子供たちも彼たちも、まあ、勉強させなきゃいけないと少しずつそれ分かってて、やっぱ子供のためにあの人たちは出るって言って、絶対うちの子供はここ、その子の生活は嫌だね、向こうはほらテレビとかいろいろあるんで、もう頑張って子供だけもここに送ってったり、その子供が今日はスペイン語で勉強してるじゃないですか、学校行ってるから、それはなかなか戻らない。だからこの和風同じ部族のに町に住んでたり、こちらでその私たちを探しに行ってる部族はノーコンタクトだから、まだまだ中いると、まだいると思うよ。もっと危ないし、まだ昔のまま、もう何百年のままいる。それはさっき言ったようにあちらこちら動いてる、だからあまり立ちできない。このペルーの一番ダメだとは、昔なんかもう何も許可もらうし、政府からもう軍隊出して、あそこを出してなさい、じゃあ何も考えない、もうバーって川作って、バー道がブワージャングルの中に作ったり、またパイピンしちゃって勝手に、でも民族たちもな、もう戦争ですよ。でもそれニュース出てこないでしょ、いっぱい殺してる。だから昔から白人ダメ、もう見たら殺した方がいいとか、そういう人もいる。川を登り始めて5時間。人いますね、人。若いの、若い人。こっち見てます、こっち見てます。見てる？何やってるか。洗濯してます。洗濯？あ、なんか桶持ってんな。何かの部族ですかね。あれはアワフン族だ。部族か。隠れちゃったな。服を洗ってたけど、俺たちを見て逃げていったよ。あ、隠れちゃった。嫌がったんだ。ああ、洗濯してたんだ。置いてっちゃいました。靴があって。ああ、どっかで見てるかもな。女の子だったら絶対にも近づかない。二人きりにならないように。ああ、ダメ。声かけちゃいけないよ。そういう教えがあるんですか。そうそうそう、危ないよ。女に声かけたら大変ですよ。ここナンパダメよ。私たちは他の国でしょ。取られちゃうんじゃないか。男たちは自分たちの女性、自分のアワフの女性がすぐ守る。だから他の男手を離しちゃいけない。あ、また人いる。あ、いた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 。人いるいる、人いる。脱いでますね、服に。あ、本当は服脱いでる。嫌がるかな。あの3人ぐらいいる、女性と3人。
男性2人と女性1人。あ、話できますか。子供たちだから女性ダメ、やめた方がいい。あがふん、あがふん。あの女性はでもこっち向かないね。私たち今止まるとするともう逃げちゃう。そしたら誰か連れたらもう大変ですよ。誰か船屋に男、やらしい男たち入れてすぐみんな来ちゃう。ナイフとか槍やとか、あの中もあれ持ってるじゃない、切られちゃう。人いた、分かった。人いる。大人だな、大人。船酔ってない大人ですね。あ、振り向いた。話できます。この辺りまで来るとスペイン語は分からないよ。分からない。まだ文化的にも私たちと話ができるじゃ難しいんです。広い範囲にいるんですよこの部族は。さっきの船もさ、木彫りだったよ。そうだな。だ奥に来れば来るほどなんか原始的になってきた。やっぱこういうとこに人が住んでるってことが不思議だね。何を食べてんだろうとかさ、何を楽しみに生きるのかとかさ、ずっと先祖代々ここに住んでんのかとかさ、これから先もずっとここにいんのかとかさ、すごい不思議だよね。でももっともっと深い先住民に会いに行くわけでしょ、船の上で書いている。出発してからおよそ5時間、ディズニーランドのジャングルクルーズのような感じがずっと続いている。景色が変わらず尺になるのか心配。この先にまだ見ぬ部族がいるらしいが実感がないと、ここで何あれ。 U 字工事や篠原くんが疲れて眠る中、前方の岸になぜかたくさんの人が現れた。スカウトした若者などを乗せた船がすでに止められている。状況がわからない中、U 字工事たちを乗せた船はその横を通過。パラパラ。
ネル登録お願いします。